正直、どんな仕事でも職種に関係なく金は稼げる。30代に入り、音楽以外何をやっても稼げると感じた。むしろ、やらなければならない環境の変化を感じていた。実業家としてのガクト。音楽をやりながら、一番初めにやったビジネスは不動産。競売物件を落札し、それを売って利益を出した。不動産業をやっていたビジネスパートナーと、情報を集め転売を繰り返す。賃貸も始め、スタートアップの会社に投資も始めた。もちろん、見知らぬ世界はたくさんある。だが、わからないからやらないではなく、金を使って得も損もある中で、わからなかったビジネスの仕組みを理解するまで取り組んでいく。仕事を増やすにつれ、もちろん資産も増えていったが、日本国内のビジネスに関わり続けることで、古い体質や考え方に引っかかることが同時に増えていった。マーケットの狭さも重なり、効率が悪いと実感するようになる。それがきっかけで、日本のものを海外に輸出することをやり始めた。これが海外向けビジネスのきっかけとなる。